やっとあったよ。どうもです。今回の動画はザ・プレミアムモルツの神泡体感キットを使って美味しいビールを飲もうという話です。神泡体感キットって何っていう方に早速お見せします。まだ箱の中で申し訳ないんですが、こういうものになります。じゃあ箱から取り出します。えいえい。なるほど、説明書が入ってました。あとこちら、光の加減で見えづらいかもしれませんが、神泡体感キットの上の部分です。そして最後、神泡体感キットの下の部分です。あ、そうだそうだ、冷やさなきゃ。で、この神泡体感キット、3月20日発売のプレモルにおまけでついているものなんですけれども、3月20日って昨日だったんですけれども、すごく欲しくて、で買いに行ったんですよ、近くのスーパーに。そしたらなくてね。で近くのコンビニ行ってもなくてね。で探したんですよ、ちょっと足伸ばしてね。でも全然なくて、であまりにも見つからないから SNS、 私 Twitter インスタやってるんですけれども、 SNS で全然見つからないよってつぶやいたぐらいで、結局昨日はダメで、で今日春分の日、3月21日ね、休みなんですよ、嬉しいことに。だから午前中からまた探しました。で昨日行ったスーパーコンビニもう一回行ったんですけれども、ダメで、で結局見つけたのは普段絶対行かない遠くのコンビニ。見つけた時は嬉しかったな。でもね、一つ問題があって、それはグラスがついてなかったんですよ。あのさっき見ていただいて分かる通り、プレモルが2つとこのキットね、1つしかついてなくて、でサントリーの公式ウェブサイトを見ると、プレモルが3つついてるやつとか6つついてるやつとかにはグラスも一緒についてるんですが、今日買ったやつにはついてないんですね。どうしよう。一応家にはグラスはあるにはあるんですけれども、ただビール専用がなくて、どっちかというとハイボールとか焼酎とかサワーとかそっち系しかなくて、だからこのあとね、このキットを使ってビールを注いで飲みますけれども、グラスはすいません、違うものを使いますので、あらかじめご了承ください。それではプレモルが冷えるまで時間を進めたいと思います。では後ほど。はい、プレモルが冷えました。これから注ぎたいと思います。ちなみに今日使うグラスはこちら、サントリーウイスキーの小さなグラスです。じゃあ手順なんですけれども、まず開けます。でこれを上からかぶせるんですが、ちょっと力がいるんでごめんなさい、見えないかもしれませんが、よし、はい、こんな感じになります。で初めは斜めにして、泡を極力起こさないように注ぎます。どれかな。でまあいいか。で6割ぐらいまで注いだら、一旦こうやって平らにして、本当はグラスを置くらしいんですけれども、それだとカメラに見えないんで映らないんで、このまま持ったままいきます。こうして上を、本当はこれね両手でやるみたいなんですけど、動かない。はい、できました。こんな感じです。どうでしょう、ちょっと失敗した感はあるんだけれども、まあいけたんじゃない
どうだろう細かな泡というほどではないかもしれませんが、こんな感じです。ではいただきます。うまい久しぶりにプレモル飲んだな。ちょっと練習しますえ、どうすんなこれ、なんで止まっちゃうんだこれ、なんで途中で止まるんだろう、なんで途中で止まるんだろうこれ。あ、こうやっといが、泡が多いですけどわざとです。ちょっと練習してみました。こんな感じになります。じゃあいただきます。うん、なるほど、うまい。以上かな。はい、ごちそうさまでした。いかがだったでしょうか。感想は、そうですね、普通に注ぐよりは細かな泡になったと思います。なんですけれども、お店で飲むあのきめ細やかな泡に比べたらちょっとね、粗いかな。あとこのレバーなんですけれども、途中で止まるのは勘弁してほしいなって思いました。これが動いてる間っていうか、動かしてる間は泡が出る、なので泡立てたいのにレバーが途中で止まると普通のあのビールが出てくるので、そこはね、勘弁してほしいなって思いました。まあこれは半分おもちゃということで、うん、まあ面白かったですよ。あとこのキットね、今回はプレモルでやりましたけれども、他のビールとかあと発泡酒とかも使えるんじゃないかなって思います。皆さんの家にもいかがでしょうか。ということで今回は以上です。バイバイ。